王ヘンリー作枯れ葉役。結末のない物語。今や我々は、地獄に落ちるぞと脅されたからといって、恐れ入る必要はないのである。説教師たちですらこう解き始めている。神は、ラジウムやエーテルなどといった科学的化合物であり、 我ら咎人への報いとして考えうる最悪の仕打ちもまた、一個の化学反応なのである、と。これは心地よい仮説と言えようが、しかし、正当派の古き良き恐怖主義も完全には払拭されてはいない。人が自由な空想のままに語り、かつ他者の反論を受けずに済む話題は、 二つ切りしかない。夢について、および、オウムが何と喋ったかについて、である。睡魔にせよ鳥にせよ、証言能力はない。話の聞き手もまた、あなたの独演にあえて口を挟もうとは思うまい。というわけで、今回の私のテーマは、 とある原始をめぐって根拠のない下地を折ろうというところにある。主軸は食材と開拓であり、オウムの世間話よりは普遍性があるだろう。私が見た夢は、古き良き法理に関する高尚な議論においては、これまで試みてこられなかった点をついていた。 ガブリエルがトランペットを鳴らしている。私たちのように最後の審判に従えなかった者は再審を待っていた。私は後ろボタン式の堅苦しい刻意にカラーという装いの保釈保証人の集団が一方に集まっているのに気づいた。が、どうやら彼らは 債建の状態について問題を抱えているようで、私たちを誰一人として相手にしようとしなかった。空飛ぶ巡査、天使の警官が飛んできて、左の翼で私を捕まえた。すぐそばには、はためにも裕福そうな霊魂の集団がいて、審判を受けていた。 お前はあの連中の仲間かと警官は尋ねた。どういった連中なんですかと私は答えた。うん、あの連中は。いやしかし、脱線気味の文章で当の物語が占めるべき私服を埋めるのはやめにしたい。ダルシーは百貨店で働いていた。 ハンブルク風の縁飾り、肉詰めピーマン、自動車、その他百貨店でよく見かける小さな送信具を売る仕事である。稼ぎのうち、ダルシーの手元に入るのは、週に6ドルだった。残りはダルシーの寄進するところとして、神、ああ、孫しよ、かしこまりました。 原書の起因と申し換えましょう。そう、原書の起因の元帳に計上され、他の誰かが管理するのである。その百貨店に勤め出した一年の間、ダルシーは週に5ドルもらっていた。彼女がその金額でどうやって暮らしていたかを知るのは勉強になるのではないだろうか。 おや、興味がないとおっしゃる。なるほど。皆さんはもっとゆとりのある暮らしに興味があるようだ。6ドル。もっとゆとりのある金額だ。さあ、彼女がどうやって週6ドルで暮らしていたかをお話ししよう。ある日の午後6時。 ダルシーは自分の円髄から八分の一インチの位置に帽子ピンを止めながら、友達のサディ、皆さんをダルシーの左隣で待ち受ける女の子、にこう言った。ねえ、サディ、私、今晩ピギーと食事の約束をしたの。わ、すごいとサディは叫んだ。それって、すっごいラッキーじゃない ピギーはすごく流行に詳しくて、いつも女の子をオシャレな場所に連れて行ってくれるんでしょいつかブランシェをホフマンハウスホテルに連れて行ったらしいじゃない。音楽とかもうとにかく何もかもオシャレだったって。きっと素敵な時間を過ごせるわね、ダルシー。ダルシーは家路を急いだ。ダルシーの瞳は輝き、 方は夜明けと向かうせいよ、本当の人生を映すほのかな桜色に染まっていた。今日は金曜日、そしてダルシーの手元には先週の給料の残りが五十セントあった。通りはラッシュアワーの人々の反乱に満ち満ちていた。 ブロードウェイの照明が高校としていた。その光が、終焉百里、千里、万里の暗がりから我を誘う。来よ、群れ集いてその身を焦がせ、と。隙のない服装の人々が、らんぼの種に掘り込まれたような顔を一様に並べて振り返り、足早に歩くダルシーが、 周囲に目もくれず通り過ぎていくのを見つめた。マンハッタンという夜咲きのサボテンは、四白色のねっとりと香りを放つ花弁を開き始めていた。ダルシーは安売りの雑貨店で足を止め、イミテーションレースのカラーを五十セントで買った。 そのお金は違うことに使われるべきものだった。夕食に十五セント、朝食に十セント、昼食に十セント、十セントをささやかな貯金に加えて、最後の五セントをリコリス飴に参じる。ほっぺたをまるで虫歯で腫れているみたいにする長持ちのあれだ。 リコリス菓子は贅沢である。こううとさえ言える。が、喜びのない人生が何だというのだ。ダルシーは、家具付きの部屋に住んでいた。家具付きの部屋と家具なしの部屋には、こういう違いがある。すなわち、家具付きの部屋に住んでいたとしたら、もし植えかけていたとしても、 はためにはわからないというところだ。ダルシーは階段を上がって自分の部屋に向かう。ウエストサイドブラウンストーンフロントの裏通りに面した3階の部屋である。ガス灯に火をつけた。科学者たちはダイヤモンドが基地の物質のうち最も硬いと我々に教える。 彼ら一流の誤りである。下宿の大家たちは、ダイヤモンドですら、パテのように柔らかく思えるほど硬いものを知っている。彼女たちはそれでガスバーナーの先端に線をする。この線を取り除こうとして、椅子に登ってほじくり返す者がいたとしても、指を痛めるだけの無駄骨に終わる。 ヘアピンでは取り除くことができないだろう。というわけで、それを動かざるものと呼びたい。とにかくダルシーはガスに火をつけた。四分の一色の照明を頼りに、部屋の様子を拝見してみよう。ソファーベッド、ドレッサー、テーブル、洗面台、椅子、 これについては、その罪を大家に帰すべきだろう。あとはダルシーのものだ。ドレッサーの上には、彼女の宝物が集められていた。サディからプレゼントされた中国製の金巻絵の花瓶。とあるピクルス工房が発行したカレンダー。夢占いの本。 ガラスの皿に米粉が少し、ピンクのリボンで束ねた作り物のサクランボ、がんだ鏡にキッチナー将軍、ウィリアム・マルドゥーン、マールバラ公爵夫人、ベンベヌート・チェッリーニの写真が立てかけてあった。壁には、 古代ローマ風の兜をかぶったオカラハンという戦士の姿を描いたパリ製の石膏の飾り板。その近くの奇抜な油絵風の石板画の中でレモン色の子供がケバケバしい色合いの蝶々を追う。これが芸術に関するダルシーの最終判断なのであった。が、その基準に揺らぎはなかった。 古代の蝶衣が盗まれたという最新の話題もまるで興味がなかったし、一方、ダルシーの幼い昆虫学者に注目する評論家もまたいなかった。ピギーは7時に訪ねてくることになっていた。彼女がいそいそと準備している間、私たちは違う方向から彼女の事情を掘り下げてみることにしよう。 家賃としてダルシーは週に2ドル支払っている。平日の朝食は10セント。コーヒーを入れ、ガス灯を使って卵を焼きながら身支度をする。日曜日の朝食は豪勢に、ビリーズというレストランで牛肉のチョップとパイナップルフリッター。これで25セント。 そして、ウェイトレスに10セントのチップ。ニューヨークには、人を豪遊に誘う要素が多い。昼食は百貨店内のレストランで取り、これが1週間で60セント。夕食が1.05ドル。夕刊誌が、日刊誌を読まないニューヨーカーがいるとしたらお目にかかりたい。 六セント。日曜版画。一紙はコラムのため、一紙は読み物のため。十セント。ここまでで4.76ドル。さて、人間は服も買わなければならないものだし、それから、お手上げだ。聞くところによれば、 布地をびっくりするくらい安く売るところがあるというし、針と糸が奇跡に等しい成果をあげるとも言う。が、本当かどうか、私のペンはむなしく宙を泳いでいる。万人平等たる展開の定めによって、女性たちに許されている様々な喜びを、 ダルシーの生活の中に盛り込んであげたいと私が思った途端、これである。二度、彼女はコニーアイランドに行き、メリーゴーランドに乗ったことがあった。しかり、楽しい思い出を、一時の、二時の、でんでなく、一夏の、二夏の、 の勢いで数えるのは検体の兆候であろう。ピギーについては多言を要しない。小娘どもが彼にその名を与えたとき、むしろ高貴なる豚の一族には、不当な汚名が着せられたのである。懐かしいスペリングの青本の三文字単語の演習こそ、ピギーの電気の手始めとしてふさわしい。 すなわち、脂肪の塊、ネズミの魂、コウモリの修正、猫の土量。彼は高価な服を着ており、上の兆候に目ざとい。店頭で働く女の子を見れば、マシュマロと紅茶以上に栄養のあるものをとってから、どれくらいの時間が経過しているか。 立ちどころに言い当てることができるのだ。ピギーはディナーの招待状を手に、繁華街をうろつき回り、あちこちの百貨店に出入りしている。この街を犬に突きともなって歩く人々は、鎖の先からピギーのことを見下している。彼は型にはまっている。 そういえばもう十分だろう。私のペンは彼の造形を仕上げるのには向いていないし、私も大工ではないのだ。七時の十分前には、ダルシーは支度を終えていた。彼女は歪みのある鏡で自分を見た。そこに映った姿は満足のいくものだった。 しわなくフィットしたダークブルーのドレス、黒い鳥の羽をあしらった帽子、わずかながらシミのついた手袋、そのどれもが贅沢に対する国旗の結晶であり、時に食料の結晶ですらあった、が鏡に大写しになっていた。 ダルシーは自分が美しいということ以外すっかり忘れきっていた。そして人生はその神秘のベールの隅を持ち上げようとしていた。新試練はこれまで一人としてダルシーを誘ったことがなかった。今、ダルシーは上流階級の華やかな章にひととき身を投じようとしていた。 女の子たちはピギーのことを贅沢好みと言っていた。そこには豪勢なディナーがあり、音楽があり、そして勝者なドレスを身にまとった女性たちは見目麗しく、口に運ぶものといえば、それについて説明しようと試みる女の子たちの顎を虚しく上下させるばかりのものなのであった。 疑うまでもなく、ダルシーは繰り返し誘われることだろう。あの店のショーウィンドウに青い紬のツーピースがあったっけ週に10ドルじゃなくって、20ドルずつ貯金していったら、いつ頃になるかな。ああ、一年どころじゃないみたい。でも、七番街の古着の店なら、 誰かがドアをノックした。ダルシーはドアを開けた。そこにいたのは大屋で、上辺は笑顔を浮かべながら、ガス灯の火を調理用に拝借してはいないかと鼻をくんくんさせた。下に紳士がお見えよ、と大屋は言った。ウィギンズさんとおっしゃる方だけど、 かような通りなが、不幸にも、ピギーに真摯に対応しなければならない人々に用いられていた。ダルシーは、ハンカチを取ろうとしてドレッサーに向かった。ドレッサーの前に来た途端、ダルシーは動きを止め、下唇をきっと噛んだ。鏡の中にダルシーは、 おとぎの国のお姫様になった自分。長い眠りから覚めたばかりのお姫様の姿を見ていた。その時までダルシーは、自分を見守っている、悲しく、美しく、強い瞳のことを忘れていた。ただ一人、ダルシーの行動の是非を感じる存在を、 その長身倉庫をすっと伸ばし、端正で優美な顔に悲しみに満ちた憂いの面持ちを浮かべ、キッチナー将軍はドレッサーにある金色のフォトフレームの中からダルシーを見つめていた。ダルシーはゼンマイ仕掛けの人形のように大屋に向き直った。私、行けないって言ってください、と、 ダルシーはノロノロと言った。具合が悪いからとか何とか言ってください。私、出かけないって言ってください。扉を閉め、上を下ろすと、ダルシーはベッドに崩れ、涙の線を吹き飛ばして、十分間泣きじゃくった。キッチナー将軍は、 彼女のたった一人の友達だった。ダルシーの理想とする勇敢な騎士だった。悲しみを内に秘めているように見えたし、その不思議な口ひげはダルシーの夢だった。そして強さと優しさを共に備えたその瞳を、ダルシーは少し恐れていた。 かつてダルシーは、将軍がこの家を訪れ、軍刀が軍屈にぶつかる音を立てながら、自分を訪ねてくる、などというシーンを夢見ていた。一度など、通りすがりの子供の鎖が街灯に当たって、金属音が響いたのを耳にし、窓を開けて外を覗いてみたくらいである。だが、 それは無益な妄想だった。彼女の聞いているところでは、キッチな将軍は遥か日本にあって、野蛮なトルコ軍を相手に軍を率いて戦っていた。そして、ダルシーのために金メッキのフォトフレームの外へと一歩踏み出すなんてことは決してなかった。しかし、 キッチナー将軍は眼差し一つで、その夜のピギーを配送せしめた。そう、その夜においては。ダルシーは泣きやむと、一丁らのドレスを脱いで、青の普段着を羽織った。夕食を取る気にはならなかった。サミーを二番まで歌った。 それから鼻のそばにある赤いシミをひどく気にし始めた。そのうちシミに飽きると、ガタガタのテーブルの前に椅子を持ってきて、古いカードで自分の未来を占った。とんでもない話だわ、とダルシーは声に出していった。これからは、 あの人に隙を見せないように気をつけなきゃ。九時、ダルシーは旅行カバンを開けて、クラッカーのブリーキ箱とラズベリージャムの瓶を取り出し、食事をとった。ダルシーはジャムを軽く塗ったクラッカーをキッチナー将軍に差し出したが、キッチナー将軍がダルシーに向けたまなざしは、 スフィンクスが蝶に向けるであろう眼差しと似たようなものだった。砂漠に蝶がいるとして、だが。食べたくないなら食べなくってもいいのよ、とダルシーは言った。そんな目で見なくたっていいじゃない。お小言のつもりなの。あなただって、六ドルで一週間しのがなきゃってなったら、 そんな取りすましていられないんじゃないかな。キッチな将軍に対して無礼を働くのは良くない兆候だ、とダルシーは思った。というわけで、ダルシーは顔をきっと下に向けて、ベンベヌート・チェッリーニを睨みつけた。しかし言い訳を許してやってほしい。 ダルシーはずっとそれがヘンリー8世だと思い込んでいて、そしてヘンリー8世のことが嫌いだったというわけなのだから。9時半、ダルシーはドレッサーの写真たちを最後に見やると、明かりを消し、ベッドに飛び込んだ。寝る前に、キッチナー将軍やら、ウィリアム・マルドゥーンやら、 マールバラ公爵夫人やら、ベンベヌートチェッリーニやらを見るのは、夢見が悪そうな話である。この物語は、本当に全くもってどこにもたどり着かない。残りはまだ先のことである。いつの日かピギーが再びダルシーをディナーに誘い、その時ダルシーがいつもより寂しがっていて、 キッチな将軍がたまたま違う感じに見えたとしたら、その時には、先に述べた通り、夢の中、裕福そうな人々のそばにいた私は、警官に翼で捕まえられ、お前もその仲間かと問われたのであった。どういった連中なんですかと私は尋ねた。 うん。あの連中は、女子を働き手として雇い入れ、週に5ドルとか6ドルとかいう支払いをした連中だ。お前もその口かまさか、と私は言った。私など、孤児院に火をつけたり、所持金目当てで盲人を殺したくらいのものですよ。